おはようございます。キュートハウスです。2023年、今日は何日かな、3月の、10日ですかね。これは昨日の3月9日なんですけど、いつもプールをいっぱい用意するんですけどね、誰かがここでプールをするって言い出したので、たくさん出してあんな風になっちゃってますね。これは小桜ちゃんです。誰だったかな。はい、こっちもプールがもちろんいつものプールがね用意してあるので、こっちもやってるんですけど、昨日はこっちもあっちもで大変でした。はい、ドームくんです。ドームくん可愛いから呼びかけてしまいますけれども、ドームくんはね、みんながいるとあんまりちょっと入れないので、ここにいます。右側にいるのはロッちゃんですね。あら、これ誰かな。はい、ロッちゃんはね、誰に邪魔されても負けませんからね、ロッちゃんね。はい、ドームくんも、本当はドームくんここが好きなんです。いけるかな、ドームくん。ドームくんできるといいんだけど、ちょっと今日は、昨日は小桜を出しすぎちゃって、ドームくんできたかな。できるんですよ、実はね。え、おばねプリプリはとっても嬉しい証拠です、小桜さんね。よいしょ、ドームくん頑張れドームくん、このプールが大好きだね。シャワー大好きだもんね。小桜さんたちの水浴びは本当に可愛いの、まん丸になるからね、みんなね。お部屋の温度もあったかいところでやってます。ちょっとね、風邪ひくと嫌なので。いやー、どーもくんが可愛い。最初ね、これでみんな怖くて入らなかったんですけどね、半年ぐらい入らなかったかな。もう今ではこれ大人気なのでね、作っていただいたんですけど、本当に良かったです。うちの猫たちはもう本当に毎日のようにプールシャワーをねしてくれるのでね、可愛いです。はい、みんな入り終わりました。壁ですが、小桜さんたちがかじり放題、かじっちゃっております。もうね、日がこっちに入らなくなっちゃいましたけど、まあ暖かいのでね、みんな気持ちよく